ジュアンマンフリーハグズはアメリカのジェイソンハンタージェイソンハンターが2001年頃に始めた活動でその後インターネットを通じて世界に広まった活動であるフリーハグズとは街頭で見知らぬ人々とハグをして素晴らしい何かを生み出すために行われる活動特定の団体などは存在せず個々で自由に行われているまたその目的も様々である2001年 アメリカのジェイソン・ハンターが始めた活動である。彼は母親の死後、フリー、ハグズと書かれたプレートを持ってマイアミの海岸を歩いた。それは多くの人に愛された母親を亡くし、ジェイソンが大切なことに気づいたからである。彼の母親は、たくさんの人々を抱きしめ、どんなにあなたが大切であるかを伝える素敵な人であった。そして、ジェイソンは、 私たちの仕事が何であれ、私たちにできる大切なことは、私たちが自ら歩み寄ることによって、他者を助け、励ますことではないか、親切で励みになる行動が、私たちの日常に変化を与えてくれるだろうそれを示す行動がフリーハグズであり、ジェイソンはこのメッセージを多くの人に伝えようとフリー、ハグズというプレートを持って、マイアミの浜辺を歩き始めた。これがフリーハグズの始まりである。 2002年に始まり、日本で有名になる2006から2007年までに、アメリカでは様々なメディアで取り上げられている。日本で有名になったきっかけは、2006年9月22日に、YouTube に公開され2006年12月まで2500万もの閲覧を獲得してきた、この動画である。シックパピーズ、オールザセーム YouTube この動画は2007年の、 YouTube インスピレーション部門でビデオアワードを受賞している。そのためか多くの人がこの動画がフリーハグズの発祥だと勘違いしている。ビデオのキャプションによると、これはオーストラリアのシドニーで収録された。ビデオの中では主人公、ホアンマンがフリーハグフリー、ハグと書かれた看板を掲げて、ハグを呼びかけながらピットストリートモールを歩いていく。曲を作ったのは、 地元のバンド、シックパピーズ当初持たれていたマンの同期への疑いは、やがて心よくハグを受け入れる人とハグを呼びかける、人々の緩やかな増加にとって変わり、普及が進んでいった。しばらく後に、当地の主演が、後には、警官が彼らに向けてフリーハグ図を止めるよう通告を、行った。 マンが活動するために必要な2500万ドル相当の賠償責任保険に入っていないというのがその理由だった。マンと仲間たちは保険金なしでキャンペーン続行を許可してもらうよう当局を説得するための探願書を作成した。探願書には1万人分の署名が集まり、これを提出することで彼はフリーハグズを続ける許可を受けた。 フリーハグズキャンペーンのウェブサイト上のフォーラムの参加者たちは公式の国際フリーハグズの日を宣言することに決めた。日時は2007年の7月7日土曜日と設定されている。フリーハグズキャンペーン。このサイトはオーストラリアのホアンマンの個人サイトである。ジェイソンがコメントして自身のマイスピースに載せているのはこのサイトである。フリーハグズ .com ハットフリーハグズ。コム内のプレス情報を持参つ11。見知らぬ人と抱き合うフリーハグって何 ?2008 年10月16日閲覧。ライおのれの仕事帳。週刊プレイボーイの体験ルポ。2008年10月16日閲覧。JFN オープンセサミ。レッツ、フリーハグズ。2008年10月16日閲覧。オブマイヌーズインタビュー。市民記者が 宮沢和文、高野博史にインタビュー。2008年10月16日閲覧。ありがとうございます。